僕はチビでブスで緑色だ。その上、頭も悪い。運動もできない。お金も持っていない。喋るのも得意じゃない。性格も悪い。陰でみんなの悪口を言いふらして、嘘ばかりついている。友達は一人もいない。オタク趣味もないからオタク友達もいない。先生からも家族からも信用されていない。そして、僕はとても傷つきやすい。些細なことで、人の言葉で、態度で、傷ついて、泣いてしまう。多分、僕は発達障害だと思う。死ねばいいのに、あの障害者。みんなからそう思われている。僕もそう思う。ただ、僕はずっと死ぬのが怖かった。縄状のものを見たり、動く電車を見て、死ぬことを考えると、怖くて怖くて、涙が止まらなくなった。泣き疲れて、寝て、起きると、また生き残ったのか、まだ生きてるのか、と、責められているみたいだった。僕は学校に行かなくなった。ずっと家にいるようになった。食べて寝てばかりなので、どんどんデブになった。トイレでお尻を拭くのがきついくらい、デブになった。こんな姿を人に見られたくない。学校に復帰するのは少し痩せてからにしよう。そう決めた。そして、二度と学校に行かないまま、30年が経った。引きこもりに対して、一般的には、どんなイメージがあるだろう？少なくとも僕は、ずっと暗闇の中にいたわけではない。この30年間で、様々な素晴らしい芸術や哲学に出会った。心が震える体験をしてきた。そういったものの積み重ねで、最近は、若い頃よりも、死に対する考え方が前向きになってきたと思う。一度死んで、生まれ変わる。人生をリセットする。何もかも初めからやり直す。そう考えれば死ぬのも悪くないと思うようになってきた。生物の本能としてまだ恐怖心はある。でもやってみれば意外と簡単な気もしている。これで終わりじゃない。次の世界に行くだけ。そこで僕は虫かもしれないし、植物かもしれない。もしも仮にまた人の形に生まれ変わるとしたら、次はまともな親のもとに生まれたい気持ちはある。